まあ、確かにあの言い訳がさ、決断はいいねん、同志にこう加担するっていうのはいいねんけど、あの言い訳がさ聞いてられへんかったわ。もうルシアちゃんもそんな気にせんとき。ティラミス実況。さあ行きましょう。ガーデンオブザゴッドに行きますか。イエス。なんかおしゃれやねこれ。なんか石にさ電気回路図みたいなの書いてある。あ、で、え、でこれで太陽光発電してんの？すごいシステムじゃない？で、私ウエストランド2の時になんか結構初見殺しのもうそのゾーンに入っただけですぐやられるあのロボットみたいなので壊滅させられた覚えがあって、まあ今回もそういうの合う気はするから。でも舞台全滅しちゃうとシリーズ終わっちゃうので、もう立ち回り気をつけていきたいなと思います。無線が入った。ハロー。はい、ベラミー・ワードさんね。で、そこら中にドーシーズがいると。で、動けないようになってる状態だからこっちに来れるかっていう話ですね。どうしようかな。じゃあとりあえず We are the Rangers. Sit tight. We'll take care of the Dorsies. 我々はレンジャーだ。ドーシーは俺たちに任せておけって言っておこう。OK。で、なんかフェームが増えたのかな。え、ちょっと待って。あ、なんかドーシーに見つかってるやんこれ。なんか音楽が、音楽が、あ、切れた、通信切れました。あ、もう終わった、終わった。あ、そしてパシューンって音聞こえたね。あの、助けられませんでした。はい、ここは過酷なウエストランド。さあとりあえず寒いけどね、めっちゃ寒そうにしてる人いるけど行こう。これは何だろう。なんかやっちゃった。あ、これでここの氷が溶けたわ。あ、そういうシステムなんだ。それだけ？オッケー。ゲームセーブされた。ドキドキ。わわ。あ、反応ありですね。敵さんいっぱいいますわ。じゃあとりあえず配置につけようか。ここ、あ、まだ生きてるわ、生きてるわ。めっちゃ狙い撃ちされてんねや。OK。耐えろ、耐えろ。なんとかするから。ちょっと待って。あかん、あかん、あかん。もたもた配置とか射程距離内かとか考えてる間に殺されちゃったわ。もう、はい。そこら辺はリアルタイムってことね。ターン制じゃなくて。まあもう、でももうしょうがないから、じゃあここはちょっと準備に時間をかけよう。舞台が壊滅しないことが一番企画としては大事やから。OK。見つかっちゃった。まあでも4人ぐらいは配置につけてるので大丈夫でしょう。もうアタックでいいでしょう。あとね、一応なんかこの攻略みたいなの読んだら、戦闘を避けることはできるけれども、避けると後の戦闘がちょっと困難になることもあるよみたいに書いてあったので、もうここはアタックしちゃいます。 We are not going anywhere. 俺たちはどこにも行かないぜ。オッケー。あ、はいはい。マイターンね。とりあえず、じゃあ、スナイパーから。彼生きるでしょ。あー、
カバー入っちゃったから。あかんね。この人は95行こう。決めてくれ。ナイス。で、カバーでいいか。ディフェンド。デブリンはここまで進めてアンブッシュ。オッケー。で、ティラさんが、どうしようかな。悩むところだな。とりあえずこっちへ進めていくようにしようか。オッケー。で、ディフェンド。マーシャル・クォンも移動でディフェンド。で、ルシア・ウェッソンが、とりあえずここに入って、どうしようかな。街でいいか。アンブッシュできるね。アンブッシュで、お父ちゃんはサンダーストライク使えるから使ってみようか。あ、でも射程距離内にいないんだ。じゃあこれは持ち越すことにして、じゃあお父ちゃんはとりあえずここまで進めてディフェンド。 OK。 さあ敵のターン。デブリンがアンブッシュ成功。 OK。 大丈夫、結構倒せてる。あ、そして少佐。 OK。忘れた頃に少佐が突っ込むからさ、はってなんねんけど、いつも。で、お父ちゃんにこの人倒してもらおうか。ストライク決めてもらいましょう。オッケー。めっちゃかっこいい。あ、こういう範囲攻撃なのね。オッケー。で、アンブッシュでいっか。オッケー。で、ティラさんが、まあ、あんまりね、パーセント高くないんだけど、狙ってみよう。あー、ミスしまくった。まあ、しょうがない。あ、っていうか、この目の前の人、どうにかせんとあかんわ。気づいてなかった。まあ、とりあえず、ディフェンドにしよう。じゃあさ、マーシャル・コーン、この人いけるかな。アウト・オブ・レンジだね。じゃあここからここまで移動でこの人を狙う。お願いします。ナイス。 OK。 じゃあルシア・ウェッソンにとどめを刺してもらおう。あ、ミスった。もう一回お願いします。ナイス。 OK。で、ディフェンド。リーシンはこのターンは移動で。オッケー。で、デブリンは思い切って移動させようか。オッケー。で、ディフェンド。さあ、あ、お父さんブリーディング入った。お願いします。猫パンチ。あ、結構削ってる。あ、ウィリアムね。これちなみにブリーディングはターンごとに、12% HP が減るので結構ね痛い。5ターン続くから、あの、薬品持ってたらそれで負傷止められます。とりあえずじゃあデブリンにこの 86% いってもらう。ナイス。 OK。 で、それじゃあ、あの、リーシンがストライクできるからこれでこの人狙おう。 OK。
もうじゃあヘッドいっちゃえ。ナイス、戦闘終了。オッケー。お父さんさ、ちょうどレベル上がったから、あとちょっとだね。これで死なずに済んだわ。戦闘も終了したし、あと一応ブリーディングは戦闘終了後もこういう風にあと何秒って出てるんだけど、効果継続するので、まあ痛いんだよね。なんか震えてる、めっちゃ震えてんねんけど、みんなどうした、そんななんか操り人形みたいな動きしないで。さあ、そして救えなかった無線の彼、とりあえず彼の元へ行こう。ごめんね。何もできないわ。はい、あー、リペアがある。あ、ちょっと待って、なんか地雷がある。とりあえずこれを解除しよう。 OK。 リペアは誰も持ってなかったはず。あー、メカニックスはね、リペアをするためにはメカニックスが必要なんだけど、さっきリーシンがまあ必要かなと思ってレベルアップした時に1個だけあげたんだよね。でこれだと多分足りないので、どうしよう。今お父さんのであげることもできるけど、もうそんないろんなのをこう器用貧乏にすると後々困ると思うから、とりあえずお父さんのスキルはまあメレーガンガン上げる感じで、でエクスプローシブでこれにしとこう。あ、そしてパークを1個取れるようになりました。じゃあこのファーストエイドを取りたいと思います。エマージェンシーレスポンス、緊急対応、誰か倒れた場合にコンバットスピードが2ターンの間、バフかかります。なのでわーって駆けつけて起こせるっていうことですね。これで部隊全滅を防ぐ。あとね、いいなと思ったのがこのヘルシーっていうパークですね。これはもう無条件に HP が35上がるので、アーマー弱いキャラとかね。リーシンはさっきこれを取りました。じゃあしょうがないので道なりに進んでいこう。またいっぱいおるわ。っていうか動物もおるわ。オッケー、とりあえずこれを解除して、あとこのコンテナのものをもらおう。オッケー。でここが感知されるっていうことだね。この左側から行った方が良さそう。え、ちょっとこのフォックスも仲間にしてみる。オッケーオッケー。あ、やったやった、テイムできた。え、じゃあ次の戦闘にフォックスが加わってくれるはず。で一人ずつ進めていこう。めっちゃビーストマスターやって、この人めっちゃ強そうやねんけど、怖っ。めっちゃ踊ってる、めっちゃ可愛いやん。え、どうしよう、こんな可愛い存在をさ戦いに巻き込んでしまっていいの？もうまあ遮蔽物ないから、とりあえず次ここまでリーシンに行ってもらって戦闘開始になるんじゃないかな。あ、ならんわ、ギリギリ。オッケーオッケー。もうちょっと進める。もうマーシャルコーン、こ、いやでもこれでリーシンに撃たせる。ナイス、これでとりあえず一人削れた。よし、コンバットスタート。
さあ、彼よな。近接っぽいので、とりあえず先に周りの雑魚を削っていった方がいいんじゃないかなとは思うから。あ、っていうか、ウィリアムめっちゃ減ってるくない？なんで減ってるんやろ？とりあえず回復して、オッケー。しかもラッキー入ったから、このまま、前進。で、リーシンはディフェンド。デブリンは、とりあえず前に出て、この雑魚たちの相手をやってもらおう。で、ティラさんも前に出さんとあかんから、ここかな。で、マーシャルクオンはこっち。で、ルシア・ウェッソンはここに行ってもらおう。アンブッシュとかにしといた方が良かったかな。あかん。うわ、ブリード入ってる。やばいな。あー、危ない。ティラさん あかんやろこれ。やっぱりあんまりさ、何？なんかすごいストライク入るんじゃない？大丈夫？あ、少佐がやったけど猫パンチミスってる。あ、でもちょっとだけ削ってる。オッケー、ナイス。このティラさん、囲まれてるティラさんがやばいので、で、リーシンはちょっとここが危なすぎるから移動せなあかん。命がけで。オッケー、この人やってもらおう。ナイス。で、プリペア。AP 持ち越しにします。で、ティラさんがやばいから、とりあえず、回復。で、ディフェンド。で、マーシャル・クォーンにこの人を倒してもらう。オッケー、ナイス。で、もう一個撃てるから、この、なんか、ハリネズミみたいなのにやってもらおう。オッケー。で、ウェッソン。この人。もう一発。オッケー。で、ディフェンド。で、お父さんなんだけど、グレネードを使いたい。グレネードここに使って、そうだね。ここでまとめて、うん。これでいこう。 OK。 よし。で、 3AP 残ってるけど、アンブッシュ。 OK。 なんか溜めてんねんけど、めっちゃ怖い。あ、回避できた。ヒー。 OK。 で、こ、あ、少佐、あ、怖い、めっちゃ怖い。少佐の身に何かあったらどうしようかと。で、次リーシンに、あんまり良くないな、パーセントが。
ティラさんがさ、ここら辺どうにかできないですね。じゃあティラさんはアンブッシュでクオンの 61% にかけよう。あー、まあ微妙な感じ。もう一回、いまいちですね。とりあえずでもこのウェッソンでとどめさせそうじゃない。オッケー、ナイス、よし。でルシアもアンブッシュにしよう。で残りのみんなで一人残っている雑魚を殲滅する。オッケー、ナイス、お父ちゃんかっこいい。よし、じゃあリーシーン49だけど一応行ってみようか。ミス、オッケー、知ってた。じゃあ、とりあえずディフェンドでいいや。じゃあデブリンここまで行ってさ、カバーないけど打ち込んで、ナイスナイス、オッケー。でディフェンド、あ、まだいた。ナイス、ティラさんアンブッシュ効いたね。ナイス、あ、ショーさん、ショーさん、あ、よかった、ミスってるミスってる。オッケー。あ、そういえばさ、キツネさんってどうなったん。まあいいわ、ちょっと知らない方がいい気もするから、とりあえずで、じゃあお父さん全然 HP も元気やし、このままビーストマスターに突っ込ませよう。お願いします。ナイス。でデブリンにもう一回そこから撃ってもらおう。オッケーオッケー、いい感じですね。じゃあティラさんは引き続きアンブッシュで、クオンもそこからいい感じで撃てそうだね。あ、でアームがなくなったから、まあリロードか。オッケー、でとりあえずディフェンドして、ウェッソンが何パーセントだろうここ。あー、範囲外だね。じゃあここまで移動して攻撃だ。ストライク使えるから、じゃあ使っちゃおうか。いけ、ヘッド、オッケー、ナイス、よし、オッケー。じゃあちょっと回復した方がいい人は回復しよう。OK。 でなんかね、ここに変な穴があるんだよ。え、うわー大変だ、人が燃やされております。もう誰であるかはもう見分けもつかないと。大人も子供もいる。ルシアは見つめていると。小さなうめき声を上げた。家族はここにいそうなの。どうしよう、あ、聞くか、もう一人だけにするか。ステップアウェイフロムザピット、ピットから離れる、もうピットから離れよう、もうここはね、もうそんな追求してもしょうがない。おお、なんかさ、ちょっと反応したから掘ってみたら、クリーピードールを手に入れた。これ多分ね、あのフォールアウトのバブルヘッド的なやつなんだよ。キーンカレン、パーセプションプラス1だね。グランツボーナスとオールスクワットメンバー、スクワット全員にパーセプションプラス1、ラッキー。オッケー、全部もらっていきましょう。これもなんか変わったグレネードだ。はい、ルートが一通り終わったので、先に進もうと思うんですが、何やら
小綺麗な感じの人たちがいるんだけど、これ普通に近づいてみる？はい動物が先に行くっていうこんにちは、あなたたちは？アイザック・リード、もうすごい丁寧に整えられた服を着ていると。僕はアイザック・リード。で、だからこの人がまあ弱腰やったから、あのみんな燃やされちゃったってことや。そらルシア・ウェッソンさん怒りますわ。私の家族はどこへ行ったの？彼らは通ってきたお墓の中にいるよって。痛い目には合わせてない、約束する。めっちゃ嫌や、こんな男。もう喋るのはやめて。じゃあもうこれでいこう。 You piece of shit. You helped them kill Lucia's family and you want our forgiveness?お前はクソだな。ルシアの家族を殺すのに加担しておいて、我々に許してほしいというのか？許してほしいってわけじゃない。ただ、正義に相対したい。やったことは間違っているっていうのは知っているけれども、やらかしたのはネリアス・ドーシーだと。だから君のことは逃がしたんだって。 ルシアちゃんのことはね、逃がした。あの君のことだけは大切だったみたいな、何の言い訳にもなってない。めっちゃルシアちゃん怒ってんのにさ、君は生きてるじゃないかみたいな。で、それさ、君さえ生きてれば僕にとってはいいんだとか言ってるんやけど。はい。で、じゃあ、ネリアス・ドーシーがどこにいるのか聞かせてもらおうか。Where's ネリアス・ドーシー now? 彼は逃げた。乗り物に乗って、山の、まあ、谷のところへ行ったっていうことだね。戻ってくることはないだろう。じゃあどうして君はこのコミュニティを裏切ったの？ Why did you do it, Isaac? Why betray your community? We've been under the patriarch's boot for 50 years. 15年間パトリアーキの下にいた。まあだからパトリアーチが結構先制政治な感じなんだよね。自分の家族のことだけを目にかけてみんなを働かせてるけどっていう、それに耐えられなかったということだ。で、Were the Dulces acting alone? Did they have some support from anyone else? 行動したのはどうし単独なのか、他に手を貸していた人はいるのか。ファレン・ブライゴ、まあどんどん人が出てくるね。そのギャング団が手を貸していたと。あ、で、リバティ・ブキャナン、パトリアーキの娘っていうのも噛んでいるらしいと。ほう、つながってきました。で、彼女はコロラドスプリングを攻撃するつもりだと。I have heard enough. もう十分よって構えてるやん。ウェッソンちゃん、おこ。Most certainly is. In the name of the patriarch, パトリアーキの名において、私は宣告する。これ、もうやっちゃうってことやな。OK、止めないわ。お願いだ、ルシア。君のためにやったんだ。君のためにより良い世界を作りたかった。僕たちのために。殺さないでくれ。お願いだ。どうしよう。え？何よ。私介入できるけど、もういいよ。Go for it, kid. He's garbage. もうやっちゃえ。
彼はゴミ同然だから。ごめんやけど、ちょっと傍観しとくわ。あー、はい。OK。で、まだ息の根が止まってないようなので、じゃあもう私がとどめを刺そう。Kill Isaac for her. めっちゃ打ち込んでる。はい。サイコー言われた。まあ、そらそうやろな。目の前で、交渉してた人が目の前で殺されて。はい、みんな怯えています。あ、ここで戦闘になんねや。あ、了解。はい。あ、わかった。あ、めっちゃ来るやん。あ、そんな。あ、また。ちょっと。また、BGM、いい感じの BGM が流れてきました。はい。結構手強いね。OK。よし。やっちゃおうぜ。とりあえず、この、近い人からやっていこうか。よし、ウィリアムお願いします。ナイス。さあ、リーシーンは、じゃあこの人 94% ナイス。オッケー。で、ディフェンド。デブリンは、この人が 84% なので決めてもらおう。ナイス。ディフェンド。オッケー。ナイス。で、マーシャル君を 72%。 もう一回行こう。ナイス。 OK。 で、ルシア・ウェッソン 95% 行こう。そしてあと一人かな、この人。ナイス。バトル終了。あ、 OK。レンジャー本部から通信が入りました。どんな状況か報告しろ。どうしよう、もう同志を排除したって。生き残った人はいないで、これでいいんじゃないですかね。まあ、生き残ったこと、人はいないっていうのは嘘じゃないからね。We took care of the Doshis. There are no survivors. Glad to hear justice has been done. 正義を執行したんだな。OK。了解。じゃあ、これで、町の方へ戻りましょうか。You let me shoot him! Never shot anybody before today, and now I've gone and shot my boyfriend!I mean, my ex-boyfriend, ex in more ways than one, I suppose. Oh, God! あなたにそそのかされて彼を撃っちゃったって。このルシア・ウェッソンちゃんは、まあ、今日が初めての現場に出るんだったんだよね。で、今日に至るまで誰を撃ったこともなかったのに、今日一日の上に、今日一日のうちに彼氏を撃ってしまったと。まあ、元彼だけどね、と。And I couldn't even finish him off. I needed your help to do it. Now he's dead, and I'm to blame. で、それなのにちゃんと仕留められなかった、その仕上げを私にさせたと。で、彼は死んでしまった。私が悪いんだって言ってるから、いや。もうここはノーって言うとこは私がまあ言ったからな。No, Isaac was to blame. 責められるべきはアイザックだ。He's the one who chose the path. 彼自身が
あの道を選んだからああいう運命になったんだよ。まあ、確かにあの言い訳がさ、決断はいいねん、同志にこう加担するっていうのはいいねんけど、あの言い訳がさ聞いてられへんかったわ。もうルシアちゃんもそんな気にせんとき、はい、もういいやん、もうな、あもうはいはい、もういい、そろそろ、あなんかちょっとなんか気が済まへんから、もうちょっと私の旅に来たいみたいな、そんな感じ。あオッケー、いいよ、もうそれやったらいいよ。あの結構かっこいいガンマンなので、じゃあ一緒に来てもらいましょう。 Yes, we'll help you in return. You follow order like a ranger. じゃあレンジャーとしてちゃんと命令には従ってもらうぞ。 Of course. もちろん。 Good. You've got yourselves a bargain, rangers. OK. We should go after Nelius Dorsey first. じゃあとりあえずミッションが更新されました。次はネリアス・ドーシーを追いかけろということですね。